い、ここからは春光の街中日記です。春光さん、こんばんは。こんばんは。はい、間に合いました。ありがとうございます。ちょっと二日山で今日リレート団を行ってきまして、はい、そうだったんですね。ありがとうございました。はい、はい、今夜はですね、弁天通り青年会の会長でもありますが、あります大連寺の副住職さん、蓮池春光さんにお話をお伺いします。はい、よろしくお願いします。いろいろ今日聞きたいことがあったんですけれども、はい、なんか街中にいろいろね、音楽のお店もできたなぁなんて思ってますが、ちょっとね、気になったんですよ、インティマーノ、うん、はい、このなんかポテト、そうです、そうです、はい、はい、うん、なんかどんな感じなんでしょうか、うん、インティマーノさん、もう人気のあるお店ですよね、はい、去年は、T1 グランプリで決勝まで残ったっていう、非常に美味しいし、安くて美味しい、はい、でそれで結構地産地消の、はい、前橋産の野菜も使って、はい、今やったら女子農園さんとか前橋の、そうですね、はいはいはい、そういったこだわりを持った、はい、レストラン、イタリアンのレストランですよね。はい、はい、やっぱ一番は、うん、お昼のランチがね、もう女性でいっぱいっていう、うん、そうですよね、メインのパスタから肉料理から、はい、チョイスしていただいて、はい、ほぼプチコースになってて、はい、うん、サラダとスープとメインと、はい、でドリンクとデザートまでついて、はい、まあ、800円ぐらいですよ。そうですね、うん、本当にお得な、はい、料理で、でそれでいてもう T1 の決勝にも残るような本格的な料理も作れるというですね。でもう今のシェフは2代目なんですよね。まだ2年半ですか、はい、できてからなんですけれども、ほうほうほう、まあ、本当に本格的なお店に行くとね、帝国ホテルの料理長の色紙があって、はい、もうその料理とは愛情と真心だみたいなね、ね、本当にその通りに作るっていう感じです。はい、それで今回のしてたのは、要はフライドポテトだと思うんですけれども、はい、生のジャガイモを切って、はい、それを揚げて作っているんですが、はい、一旦素揚げにして、はい、でボイルして素揚げして、はい、それを冷ましてまたバターで揚げているんですよ。だから本当に本人も言ってましたけど、これを食べるとマックのポテトなんて食べられないぞみたいな。でさらにアレンジでアンチョビポテトっていうのがありまして、これがねお酒に合うんですよ。いいですね。で何よりもやっぱりもう簡単に座って見てればいいんですけど、はい、手際がものすごくものすごい手際がいいんです。そうですよね。うん、でもうどん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 シェフが一人で作っちゃうっていうのね。と、はい、もうテーブルでみんなで食べるのもいいんですけど、はい、カウンターに座って見てるのがねすごい楽しいんですよ、ね。はい。はい、わかります。私もインティマーノさんよく行かせていただくんですけれども、はい、やっぱりシェフの料理と向き合う真剣な姿っていうのが、うん、やっぱりこう待ってる間も見ながら楽しめるっていうのがありますね。そうですね。いやだからその、フライドポテトも、はい、あれだけ手際いいから提供できるんであって、普通の人だったらですね、真似しても、はい、もちろんそういう味も出ないと同時に出せないですよね、はい、お店では、はい、あのスピードで出すっていう、はい、いいですね。で先ほど春光さんからもちょっとご紹介いただきましたけれども、実はインティマーノさんはシキッポファームでもお世話になっていますベジパステルの中の農園さんの一つの吉農園さん、はい、前橋の田口町の吉農園さんですね、はい、こちらはめぐみブランド、前橋の、うん、赤木のめぐみ、そうです、赤木のめぐみブランドの玉ねぎ、はい、ね、ブランドになっていますけれども、そちらの野菜も使っているということで、はい、そうですね、はい、うん、ベンさんでも使ってますよね、吉野さん。そうですね、はい、はい、とても材料にも気を使われているところですね、うん、はい、春光さん今日はありがとうございました。ありがとうございました。はい。